皆さんこんにちは、バタです。今日は皆さんに初めて日本に留学したオイラド人をご紹介します。話が長いので、2、3回に分けてお話したいと思います。まず、今日その人の簡単なプロフィールをご紹介します。お名前はパルタという人です。実はパルタという人は新疆ウイグル自治区オイラートの地方の王様でいらっしゃいました。1882年から1922年の間にいらっしゃいました。そして1898年に16歳の時にお父さんの王妃を引き継ぐことになります。そして24歳の時に1906年の4月から1909年の3月まで日本に留学をしました。パルタ王は非常に改革的な考えを持っている王様でいらっしゃいました。特に教育政策に熱心でした。または経済や農業政策にも積極的に取り組んでいました。そして将来を見据えて当時の新疆やオイラートにおける状況と国際情勢を考えながら政策を行っていました。パルタ王には二人の王妃がいらっしゃいました。また話によると日本に留学時代にもう一人の日本人の女性を連れて帰ったそうです。そしてパルタ王は1922年の時に39歳という若さで残念ながら亡くなります。その亡くなった理由はいくつかの説があります。地元の年寄りの話によると、病気で亡くなった説は2つあるそうです。病気説1は、体に水泡が出て、体が腫れて亡くなったそうです。病気説2は、体が痩せ果てて亡くなったそうです。また、何か者によって毒殺されて亡くなったそうです。とにかく死因は分からなかったです。そして近年地元の方々がパルタ王を記念して記念碑を作られました。その時の様子を写真で簡単に紹介します。今日はパルタ王の簡単なプロフィールについてお話ししました。今後の動画にパルタ王の考えや自己した政策、そして業績などについての一部をご紹介したいと思います。また別の動画にパルタ王の日本に留学していた時期の様子や情報について簡単な紹介したいと思っています。今日ご清聴ありがとうございます。明日もまた次の動画で会いましょう。